さて、そろそろ我がクラスも来週に迫りました体育祭の出場選手を決定しないといけません。他選によるこちらの方々に異議がない人は挙手してください。はあ、かなこちゃんのことなんとかしないとな。では続いてクラス対抗リレーの出場者を決めたいと思います。どなたか出場されたい方は挙手してください。誰もいませんか。皆さん、少しはクラスに貢献してください。そんなに言うのなら吉野さんが出られればいいんじゃないのかしら。逸江さん、私にリレーに出ろと。クラスのためでしょ。吉野さんが出場なさるなら私も出ます。わかりました。では喜んで出場させていただきましょう。ただし、生まれてからこの方徒競走すら経験のない私ですから、結果に責任は取れませんけど。参加することに意義があると言いますから。その言葉忘れないでね。吉野さん大丈夫かな。それよりユミさん、ご自分の心配なさった方がいいんじゃないの。え、やっぱりぼーっとしてたのか。思いっきり手を挙げてたもんね。嘘、自分で自分に一票入れてしまった。マリア様の庭に集う乙女たちが今日も天使のような無垢の笑顔で背の高い門をくぐり抜けていく。汚れを知らない心身を包むのは深い色の制服。スカートのプリーツは乱さないように、白いセーラーカラーは翻さないように、ゆっくりと歩くのがここでのたしなみ。私立ビリアン女学園、ここは乙女の園。それでどうするの、ユミは。かなこちゃんのことどうにかしたいと思っているのでしょう。ええ、まあ、あれ、でもお姉様は無理に和解することはないというお考えなんですよね。そうね、でも私はユミの気持ちも尊重したいの。仲直りしたいのでしょう。はい。それじゃ仲直りしたいという気持ちをちゃんと伝えなさい。誠心誠意伝えてダメだったら、その時はユミだって納得できるでしょ。そうしたら。そうしたら、
私のところに戻っていらっしゃい。私は両手を広げて待っているから。お姉様、お姉様、大好き。あ、ユミ、アドバイスありがとうございました。早速ぶつかってきます。今すぐ行くように言ったつもりではなかったのよ。ごめんなさいね、呼び出したりして。お話って？私たち以前のような関係になるのは無理だって分かってるわ。でも今のままはやっぱり嫌なの。もうどうしようもありません。あなたは私の理想だったロサキネーシス・アンブーテンのイメージをズタズタにしたんです。かなこちゃんが私を嫌っているのなら私は身を引くことにする。でもそれならそうとはっきり言ってほしいの。どうなの？もう顔も見たくないの？今のあなたはそういうことを考える価値もない。でももう放っておいていただけますか？私のことがそんなに怖い？不快なだけです。憧れの福沢由美様がある日突然別の人格に乗っ取られたんですから。乗っ取られたってそんな。消えた方の福沢由美は双子で宇宙飛行士になって今頃火星に行ってる。は？そう思って私と新たな関係を築かない？ふざけないでください。大真面目なんだけど。ねえ、出始めに学園祭の手伝いをしてくれない？山百合会の劇の。そんな義理はありません。まるで罰ゲームじゃないですか。わかった、じゃあ罰ゲームにしよう。かなこちゃんが負けたら手伝って。はあ、何で勝負したらいいかな。そうだ、近いところで体育祭があるわね。どっちのチームが勝つかそれで勝負しない？そんなの自分の努力だけではどうにもならないことじゃないですか。自分のチームが勝てるようにお互い頑張るの、それでどう？わかりました。よかった。で、私が勝った場合ユミ様は何をしてくださるのですか？こちらだけ罰ゲームのリスクを負うのはおかしいです。じゃあかなこちゃんの言うことを一つだけ何でも聞くことにする。え、何でも？あ、でも幸子様にロザリオ返せとか第三者を巻き込むのはなしね。あと100万円ちょうだいとか死んでくださいっていうのも勘弁してほしいな。結構条件がついてますこと。まあでもおかげで体育祭が楽しみになりました。それでは。もしかして私とんでもない約束しちゃった？ユミ様、何をなさったんですか？え？昨日の放課後かなこさんと話をなさったって本当ですか？したけど、それがどうかした？それじゃああれは？かなこさん、どういうわけか急に率先してリレーの練習を始めて、だからユミ様と何かあったのかなと。何にしても関心じゃない。関心してる場合じゃないわよ。赤チームが頑張ったら我が緑チームはビリになっちゃうじゃない。ビリに？今年は黄色チームが優勝候補で赤チームと緑チームが再開争いするだろうって前評判なのよ。なんでやっても見ないのにそんなことわかるの？各チームの主要メンバーを見れば大体わかることよ。本当だ、黄色と赤強そうなメンバーばっかりだね。で、
かなこちゃんと何があったの？私はただ体育祭で競争しようって言っただけよ。赤が勝つか緑が勝つか。なんだ、そうだったんですか。のりこはもしかしたらゆみさんがかなこさんをスールにしたのかもしれないって思ったのでしょ。はい、あのかなこさんが体育祭で勝ちたいというだけであんなに張り切るとは思わなかったので、ユミ様が絡んでいるのかなと。でもかなこちゃんってユミさんの信奉者だったわよね。どうして争うことになって張り切るの？私という人間を勘違いしていたことに気づいたみたい。可愛さ余ってってやつ。なんて生意気な一年生。ユミさん、絶対に赤チームにだけは負けちゃダメよ。はい。そしてついに体育祭当日の日曜日。ユミちゃん、どっちがいい？どちらでも。そう言わずに選んでくれよ。じゃあグリーンのポロシャツ。私緑チームだし。本当にスーツじゃなくていい？お父さんはね、幸子様のお父様に密かなライバル心を燃やしているのよね。え、そうなの？でも幸子様のご家族はいらっしゃらないよ。え？ご親戚の結婚式なんだって。そうか、日曜だもんな。ユミ様、呼び止めてしまってすみません。ううん、どうかしたの？ユミ様、何を企んでいるんです？え？かなこさんと何を話したんですか？ああ、それね。彼女、なんだか生き生きして楽しそうなんです。ユミ様と何かあったに違いありません。笑い事じゃありません！ごめん。チーム戦で負けた方が勝った方の言うことを一つ聞くって約束したの。ちなみにかなこちゃんが負けた場合、山百合会の劇を手伝ってもらうことになってるわ。逆は？まだ聞いてない。バカなんじゃないですか？もしもスールにしてくださいと言われたらどうするおつもりです？それはないと思う。そんな保証どこにもないです。ユミ様はどうしてそこまで細川かな子に寛大なんですか？もう！彼女は甘えてるんです。自分の置かれた環境を憐れんで。トウコちゃんはかなこちゃんの事情を知ってるんだ。ええ、彼女お父様から。やめて、トウコちゃん。私聞くつもりはないよ。ユミ様、かなこちゃんが私に直接話したいと言うなら聞くけど、トウコちゃんに聞いてまでそれを知る必要はないと思うの。それは二人の賭けには無関係だもの。でも私が負けた時のことを心配してくれてるんでしょうけど、大切なのは勝敗じゃないんだ。それじゃ何なんですか？かなこちゃんと関わりたかっただけなの。少なくとも勝負とか賭けとかしている間はかなこちゃんも私と話をしてくれるでしょ？おめでたい。え？私、ユミ様のそういう甘いところ大嫌いです！失礼します。トウコちゃんのやつ。遅くなって申し訳ありません。いいこと、ユミ、狙うは優勝よ。はい。それでこそ私のスールよ。頑張りましょう。今日の幸子さん気合入ってるな。ここにリリアン女学園体育祭開催を宣言します。いよいよだね。最初は1年生の玉転がしか。位置について、よーい。
テニスボールにタスキが渡りました。この後はバスケットボール。そして大玉転がしに続きます。以下この順でリレーしていきます。ほら次トウコちゃんが走るわよ。次はのりこちゃんだわ。次はかなこちゃんか。頑張れ、うん、早い、赤チーム早い。赤チーム怒涛の3人抜きでトップに躍り出ました。すごい。赤チームの秘密兵器ね。でユミさん、本当のところはどうなの？何が？妹にするの？しないの？だからユミ出番よ。はい。凛々しい。そう、この衣装に決まった当初は乗り気じゃなかったのだけれど、でもユミが花寺の学園祭で着てたのを見て悪くないな、なんて。はあ、ずっと見ていたい。お名残惜しいのは山々だろうけど、2年生の玉逃げが済んだらまたすぐに会えるんだから。そしたら次は3年生の玉入れがあってお姉様は行ってしまうもの。仲がよろしくて結構なこと。遅い。選手入場。吉野さんどうかしたの？ご機嫌斜め。 A ちゃんの格好見た？いやまだ。なんかもうって感じ。幸子様は学ランでかっこいいのに、レイちゃんと来たらどんな姿だったの？カナリア祭りで浮かれてカーニバルよ。はぁ、ダメ。武士の情けじゃ弓殿、せめて私の前では見ないでくだされ。わかった。うわ卑怯ね紫チーム。シマコさんにカゴを背負わせるなんて。どうしてそれが卑怯なの？わからない。お世辞にも適任とは言えないシマコさんがカゴを背負わされている理由はただ一つ、ロサギガンティアに行こうよ。行こう。弾を投げるときシマコさんに当たるかもしれないって思ったら一瞬躊躇するでしょ。そこを狙っているのよ紫チームは。なるほど。さあ行くわよ。私は島子さんに遠慮なんてしないもんね。玉逃げは乱戦の模様を呈した。辛いものね。全てのチームの標的になるんだもの。マミさん、それを知っててリリアン河原版に順位予想を載せたのかな。戦闘行く者にはそれくらいのハンデがあったっていいのよ。じゃあうちが1位になれたのはどのチームからも敵とみなされていないからだったりして。それにしてもなんだか3年生だけ楽してない？ご隠居だからね。何それ？ほら3年生にもなるといろいろあるでしょ。いろいろって？優先入学の学部選びとか受験とか留学準備とか就職活動とか。
それこそいろいろよ。そんなこんなで日頃お疲れなんだから、少しはいたわって差し上げないとかわいそうでしょ。悔しい。あんなに投げたのになんで5位なの。ここに戻る途中であった例の得意そうな顔と来たら、はあ、腹が立つわ。お姉さん、ムカデ競争でぜひとも挽回してください。そうね、そうだわ、そうしましょう。ユミさん、もうすっかり幸子様の保護者ね。その後、応援合戦が始まった。美しいね、しまこさん。ここでもすっかり担ぎ上げられたね。しまこさん、日舞の名取だし、藤娘ってテーマはぴったりだよね。しまこさんがいるから藤娘にしたのかもよ。なるほど。ユミさんは自分のお姉さまじゃないからそんなことも言えるの。そうかな。そうよ、想像してごらんなさいよ、うん、こんなの着られるわけないじゃない。想像できないでしょ。そしてお姉さまは、お姉さま、凛々しい。私は花の前に行ってきますので、これで。叩かれましたか。演目がダンスじゃ、叩きたくても叩けないじゃない。あ、そっか。気がついてつい笑ってしまったのね。そうしたらなんだかイライラしているのがバカバカしくなって。不思議な子よね、あなたは。あの、ムカデ競争頑張ってください。え。そしてお姉さまは見事ムカデ競争で3位に入賞。それにより我が緑チームは最下位を脱出した。お知らせします。クラブ対抗リレーに出場の部活動の選手は直ちに入場門に集まってください。いよいよ午前の部もクライマックスだね。逸恵さんたち陸上部の勝利は固いでしょうね。
してクラブ対抗リレーがスタートした。次は一江さんね。色別対抗リレーのアンカーなんだから、しっかり走りを見せてもらわなくちゃ。さすが陸上部。一江さん、綺麗な走りね。あれ？ちょっとスピード落ちた？一江さん、今日は調子悪いのかな？連れて行ってちょうだい。私はどちらにお姉様をお連れすればいいのでしょうか。決まっているでしょう。降参です。まるでわかりません。あなた私をからかっているの？そんな、めっそうもない。本当に思いつかないの？すいません。それじゃ、私を紹介してくれる気はなかったってこと？お姉様を紹介？一体どなたに？もう、ユミのご両親に決まってるじゃないの。あ、じゃないわよ。あなたってどうしてこうも鈍感なの？私はね、朝からずっと、いえ、昨日の晩だってすぐには寝つけなかったほど、そのことばかりを悶々と考えていたのよ。それなのに。お姉様が寝つけないって。ですか。当たり前でしょ。ユミのお父様やお母様にお会いして、ちゃんとご挨拶できるかしら、いい印象を持っていただけるかしらとか。お姉様ならどこへ出られても大丈夫なんじゃないですか。ユミのご両親は例外だわ。は？嫌われたくないのよ。じゃあご案内します。ただし、そんな大層な両親じゃないですよ。私、大丈夫かしら。もちろんです。だって父も母ももうお姉様のこと大好きなんですよ。本当？会ったことがなくても私を見ていればわかるんですよ。小笠原幸子様が私にとってどんなに大切な存在かってことが。ああ、そう。それならわかるわ。私の両親もいつもそんな風に由美のことを話しているから。お姉様に小笠原幸子様をお連れしました。ん？あ、どうも。お母さん、お母さん。大丈夫ですか？失礼しました。ユミの父です。母です。穴があったら入りたい。唐揚げですか？美味しそうですね。いかがです？お一つ。さ、どうぞどうぞ。ご遠慮なく。いいんですか？ありがとうございます。お口に合うかどうか。美味しい。よかった。よろしければ他のものもどうぞ。なんだか催促してしまったみたい。でもせっかくですから、いただきます。あ、どうぞどうぞ。たくさん召し上がってください。素敵な方たちね。そうですか。ユミのご両親だってとても納得できたわ。それってあんまり褒められている気がしないんですが。褒めているのよ。明るい家庭、すごく普通っぽくていいわ。あれを普通と言われても。お姉様、私たちも踊りませんか？え、でも。楽しいですよ、きっと。
ここに？順番ですもの。罰ゲーム決めた？ええ、勝ったらお伝えしますよ。ええ、ユミ様がそれを知っているかどうかで勝敗が左右されることではないでしょう。だったらいいじゃありませんか。ヒントちょうだい。それってその場でできること？条件さえ整えばすぐに済みます。条件か、なんだろう。今度はトウコちゃん。皆さん、ロサキネンシスと踊りたいって女性パートばかり集中してしまったんですもの。出遅れてしまったので足りない方に回るしかありませんでしょ。そうね。それにかなこさんと同じパートなら一生踊り続けても彼女とはペアを組むことにはなりませんし。でも残念だったね。ほ？だって幸子様と踊りたかったからトウコちゃんはフォークダンスに参加したんでしょ。なのに。ああ、まあそうです。本当は残念でした。下級生の子たちとっても喜んでましたね。お姉さまと踊れて。あなたともね。さて次は袴競争か。確かこの競技はスール限定だったわよね。3年夏組小笠原幸子さん、2年夏組福沢由美さん、3年菊組長谷倉玲さん、2年夏組島津吉野さん、2年藤組東堂島子さん、1年椿組二条のり子さん、至急トラックの内側までお越しください。お呼び立てしてすいません。今年の袴競争はぜひとも山百合会の幹部をというリクエストが体育祭実行委員会に多数寄せられまして、ぜひとも参加していただきたくて。そんな話、体育祭実行委員の私の耳には全然届いてなかったけど。皆さん奥ゆかしくていらっしゃるからこういう形を取らせていただきました。これじゃ断れそうもありませんね。でもこういう強引なやり方は不快だわ。とはいえユミちゃんの言う通り、何もせずに席に戻るなんて不可能だね。レイたちがスタートするわよ。はい。二人が走る姿を見て吉野さんが言っていた言葉をふと思い出した。その代わりレイちゃんにだけ苦しませやしない。私手術することに決めたのよ。ごめんね、私レイちゃんと手をつないで歩きたかったの。丈夫な体を手に入れてレイちゃんと肩を並べて歩きたかったの。ついて。ぴったり息の合ったレイ様と吉野さん。私たちは他の人たちの目にはどんなスールに映るのだろう。よーい。残る競技は4種目。まずはユミさんの借り物競争ね。頑張って。どんなに遠くてもお姉様のことは一瞬で見つけられる。ねえ、人の話聞いてる？ユミさん。ごめんごめん、ちょっと顔洗ってシャキッとしてくる。
逸恵さん、どうかしたの？いえちょっとうがいに。ほらグラウンド埃っぽいでしょ。じゃあ、あれ、なんで片方だけ靴下脱いでるのかな。会場の皆さん、出場選手が探しているものをお持ちの方は心よくお貸しいただけるようお願いいたします。バカボンお持ちの方いませんか。メガネ貸してください。なんだかワクワクするわね。シマコさん、もしかしてこの競技も押し付けられた？立候補したのよ。持って何？いえ、なんでもないよ。どうしたの？まさかあの人。父。え？おめでとうございます。お題は和服を着た人でした。ちなみに今日はなぜこのようなお召し物を？実は法事から直接来まして、娘の様子を覗いたら帰るつもりだったんですが、参りましたな。全然似てないけどお父さんなのね。よーい、そんなのあり？ユミ、お題は何なの？言いなさい。あの、お姉様、話は後です。どうせなら勝とう。それでは今日スーツでいらしたわけは？実は結婚式場から直接来まして、娘の姿を一目見たらすぐ帰ろうと思ったんですが。法事に結婚式、今日は日曜日だからな。ご協力ありがとうございました。お役に立てたかい？だったら嬉しいな。なんだろうこのキザの感じ、誰かに似てる。それにしても聞いていた通りの子だね、ユミちゃんは。え？今度うちに遊びにおいで、ゆっくり話をしよう。あの、おじさま。いや、トウコちゃん久しぶりだね。たまには顔を見せに来てくれよ。あら、私は時々お宅に遊びに伺っていますのに、おじさまが忙しくていつもいらっしゃらないんでしょ？手厳しいな。トウコちゃん、知り合い？お父さま。お父さま、それってつまり、父なの？そう、幸子の父、小笠原徹です。あれ、じゃあ由美ちゃんは知ってて選んでくれたわけじゃなかったのか。すいません。そうだ、よかったら僕のこと徹おじさまって呼んでくれないかな。妻のことはさやこおばさまって呼んでいるんだろう。それにしてもどうしていらしたの？結婚式はどうなさって？ああ、いけない、のんびりしすぎた。実はトイレに行くふりをして抜け出してきたんだ。あ、幸子、このことはおじいさまには内緒だよ。悔しがるからね。じゃ、こんな形で紹介することになるなんて。どうしたの逸恵さん。何事？見てよこれ。
クラブ対抗リレーの時に。ごめん吉野さん、本当にごめんなさい。バカね、なんで早く言わないの。こんなになるまで放っておいて。リレーの選手決める時、吉野さんに偉そうなこと言ったのに、クラブ対抗リレーで足を捻挫したなんて。とにかく誰か一江さんを英子先生のいる救護テントまで連れて行って。早く湿布した方がいいよ。これもっと攻めてよ吉野さん。陸上部のくせに役立たずって怒ってよ。そう、攻めてもらった方がよっぽど楽だわ。じゃあつべこべ言わずにさっさと救護テントへ行け。私は忙しいの。代わりの選手探して、選手登録の変更手続き、その上自分だって走らなければいけないんだから、ダダッコの重りなんて捨てられないわ。吉野さんはかっこいいなと私は思った。吉野さんとだったら山百合会をまとめていけそうだって。では逸江さんの代わりに走ってくれる人、もし立候補してくれる人がいたら。いるはずないか。色別対抗リレーの出場選手は入場門へ集合してください。わかった。緊急事態なので仕方ない、ユミさんで行く。え、驚くの後、さ、行くわよ。ちょっと吉野さん、覚えていなさい。それにしてもリレーの代表がロサフェティ・ダ・アンブートゥンにユミ様とは。緑チームは勝負を捨てているんですか。あのね、私は秘密兵器だから、チームがギリギリまで隠しておいたの。そうですか、アンカーですものね。いずれにせよ赤チームとしては大歓迎です。これで最下位から脱出できそうですもの。直接対決できるの楽しみにしています。直接対決って、嘘、かなこちゃんがアンカできた。第一走者は黄色チームのレーサーの始め、飛ばすタイプのランナー揃い。そして我が緑チーム、問題の第二走者吉野さんの登場である。運動会の類にちゃんと参加するのは今回が初めてという吉野さん。緑チームはダダダッと順位を下げてビリになってしまった。第4走者になると緑チームは最下位独走。一方赤チームは白チームを追い越して4位に上がった。ユミ様、首の皮1枚といったところでしょうか。だから走ってみなくちゃわからないって言ってるでしょ。何が起きるかわからないわよ。ほらね。本当に
後ろにいるのは一人だけ。チームの仲間たちが何か叫んでいる。だけど耳に届かない。かなこちゃんの足音しか聞こえない。その時、ひたすら走った。かなこちゃんに抜かされるとかどうとか、とても良くなっていた。幸子様が私を見守ってくれている。だから自分の力を出し切って走り抜く。ただそれだけ。行け！下がれ！ちゃんの走る姿が見える。綺麗だなって思った。おめでたいですよね。負けてもいないのに罰ゲームをしようだなんて。ユミさん、お疲れ。それからありがとう。でもかなこちゃんに抜かされちゃった。いい子なし。そしたら三人に抜かされた立場はどうなるの？立場なくなるか、やっぱり。いったな、この。それでは成績発表です。総合優勝は。それにしても黄色チームが1位っていうのは当然として、赤チームは最後のリレーで緑チームに勝ったのに。緑チームは晴れて最下位にならずに済んだわね。負けたのに勝ったなんてなんか気持ち悪いですけど。我が緑チームはリレーの前に15点差を赤チームに対してつけていた。リレーの5位の得点は10点だからギリギリ逃げ切りというわけだった。5点差でも勝ちは勝ちだもの。まだ言ってる。5位か最下位かって話でしょ。例にはわからないわよ。たとえ緑チームが2位でも赤チームが優勝していたら今頃敗北感でいっぱいだったはずよ。私何？幸子の勝つは赤チームだけに向けられていたの？今回に限ってはそういうことになるわね。幸子様はかなこちゃんとの賭けを知っていたんじゃないかって気がした。考えすぎかもしれないけど。学園祭の助っ人だけど瞳子ちゃんも手伝いたいって言ってるの。彼女と一緒になるけどどう？やっていけそう？罰ゲームはきついというのが相場ですから。ち
なみに、かのこちゃんが勝ったら、私にどんな罰ゲームをさせようとしてたの？結局、私が負けたんだからいいじゃないですか。言いなさい。言いなさいってば。写真。ツーショットの写真が欲しかったんです、ユミ様と私の。なんだ、そんなこと？もちろんいいよ。本当ですか？ただし、学園祭までの助っ人でいい働きをしてくれたらっていう条件付き。引っ張りますね。当たり前でしょ。私は勝者、あなたは敗者。かなこちゃんとはこれからも長く付き合うはずだから、焦らずゆっくり行こうって思う。よーいドン。心の中で新しいスタートを告げるピストルが鳴った。修学旅行だね。行き先はなんとイタリア。歴史のある国よね。食べ物も美味しそうだし、挨拶もごきげんようじゃなくてボンジョルノなんだよね。初めての海外旅行で心配だけど、吉野さんとも島子さんとも同じグループだから大丈夫だといいんですけれど。絶対何かハプニングがありそう。7泊9日もあるんですもんね。そんなにレイちゃんと離れてるなんて寂しいな。いろいろ不安はあるけど、パスポートを握りしめていざ出発。